こんにちは、うりさんです。日テレ系毎週日曜日夜10時30分から放送のドラマ、高度願いの代償第5話、考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて、今回は優香の事件の概要、工藤泉のドラレコ、椎名と咲、これからの展開予想という順番で考察していきますので、最後までお付き合いください。優香の事件の概要。おそらく何者かは田波を優香殺害の犯人にして事件を終わらせようとしたという二宮の見立てが合っているように感じました。その何者かがこれ以上七海優香の事件は調べるな、我々の仲間が警察にいると直接二宮に電話してきました。仲間はあらゆるところに潜んでいるというのはコードプレイヤーのことでしょう。しかし星一つのコードプレイヤーは何のために死の制裁を加えているのか分かっていないと思います。そうなると優香が消されたのは、彼女がコードアプリの存在に気がついたことで、コード運営側のみに優香を消したい動機があるのではないでしょうか。三輪まどかに来た任務は二宮を始末してくださいというピンポイントの任務です。これまでは顔写真だけが送られてきて、この男をという指示だったのですが、二宮をと指示しているということは、二宮が優香の事件を再捜査しようとしていることが仲間の警察により筒抜けになっているということなのではないでしょうか。工藤泉のドラレコ。優香が USB にコピーした映像の内容を整理すると、車が追突された直後、コードが立ち上がりスマホの操作音がする。泉、願い事が叶うアプリ聞いたことない？今から QR コード送るから試してみてよ。つまり勝手に電話して話してる映像を見たら、優香は何これとなりますよね。プレイヤーが死んだ場合、コードはその人物の関係者から強い欲望を持った人間を見つけ出す。そしてそのプレイヤーを装ってアプリを使わせる。コードは自分で勝手に増えていく。スマホアプリがなんでそんなことができる？という椎名の疑問がまさにそれで、やはりコード自体が AI なのではないでしょうか。6月2日、優香がその後に行ったことは、自分のパソコンからデータをコピーしたことです。フェイク動画に使用されたのが、19時49分頃のエレベーター内の監視カメラ映像。優香の乗ったエレベーターが落下し始めたのが20時6分頃。つまりわずか数分で寺島に任務が送られたことになり、三輪はエレベーター内の優香を監視していました。先の言う通り、何者かが神奈川県警内の監視カメラをハッキングしていたとしか思えませんよね。おそらく工藤泉のドラレコ映像を見ていた優香も監視されていたのではないでしょうか。要するに優香は願い事が叶うアプリという存在を知ってしまったために消されたと思われます。優香は勉強熱心だったという描写があったので、もしかしたら自動的に会話するその仕組みにさえ気がついていたのかもしれません。確かに佐々木はコードを使用しており、死の制裁から逃れていました。二宮は悪い奴をとことん追い詰めたいという強い欲望を持っていたので、コードに選ばれてしまったのかもしれません。ところで三輪が元警察官だったという情報が公式のホームページに載っていました。この子が彼女のと田波が言っていたので、田波と三輪は元上司と部下という関係で、ただお金を支援していただけなのではないでしょうか。コードとの通信を切ったら任務は失敗したとみなされる。制裁から逃げれば真空に被害が及ぶ。三輪は特別なコードプレイヤーであり、コード運営側で真空の命を握られている。なので任務に従わざるを得ない。そんな三輪をここに運んでくださいという任務を二宮は無視したので、制裁という意味ありで田波が甲斐にやられたのではないでしょうか。椎名と咲。5話ではパソコンに貼られていた付箋が剥がされていましたが、4話ではしっかりと残っていました。三宅直人に関係して書かれていたメモは最後の電話から1週間後に発見、1週間の空白とありました。
なので先は椎名との電話がいきなり切れた時、兄の時の状況を思い出し、もう嫌だからね、お兄ちゃんの時みたいなことと言ったのではないでしょうか。6話の異国動画ではっきり椎名が復讐のためですよと言い、バカだね、お兄ちゃんコートなんか使ってさと先が言っています。プレイヤーが死んだ場合、コードはその人物の関係者から強い欲望を持った人間を見つけ出すということなので、雑誌記者である三宅は特大スクープ欲しさにコードを使ってしまったのではないでしょうか。6話で三宅兄弟と椎名との絆が描かれるようなので、その真相を待ちたいと思います。これからの展開予想、ドラマの作り方からすると、5話までがコードアプリ編、6話からが優香の死の真相編、最終章がコード運営側との対決編という流れになるような気がします。三輪のアキレス腱がシン君だということを最初から知っていそうなのが市川、田波が撃たれた現場にいたのも市川、しかしケアリングクラウンとしての仕事ぶりは子供たちの表情や病院スタッフの感想からきっちりこなしている感じです。田波が撃たれた時も目を閉じて諦めというか仕方ないというか、いずれにしても喜びの表情ではなく残念だったという印象でした。6話から6人の追加キャストが発表されました。その中の中村ゆかりさんに市川が、彼女をコントロールできれば計画は完璧になりますねと言っているので、コードアプリを使った運営側の黒幕は市川なのかもしれません。それにしても6話からの追加キャストが多すぎるので、本田博太郎さんあたりが警察内上層部にいるコード側かもしれませんが、他のキャストの動きから市川の謎に迫っていこうと思います。さて皆さんは市川が敵だと思いますか？コメントで教えてください。椎名と咲の過去が描かれる第6話は8月6日日曜日夜10時30分放送です。動画のアップは不定期になると思いますが、チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。